本館別館大阪市立環境学習センターは大阪市鶴見区にあった大阪市都市環境局所管の環境教育施設。愛称は生き生き地球館。2014年3月30日で閉鎖された。環境問題についてわかりやすく学ぶことを目的とした施設だった。本館と別館の二棟の建物には、それぞれ環境問題に関する。 展示室や研修室などが設置されていた。また屋外には自然体験観察園も設置している。大阪ガスビジネスクリエイトが指定管理者として大阪市から委託されて運営していた。入場料は無料だった。1990年に開催された国際下と緑の博覧会では国際陳列館として利用された建物の3から4階部分を本館、博覧会後に 国際陳列館の南側で新たに建設された建物を別館として利用していた。展示室、研修室、図書室、シアター、自然体験観察園などがあった。大阪市の行財政改革の一環として廃止が決まった。また、同センターは市東部に位置しており、地域的な偏りが生じていること、展示等は固定的になりがちなで常にタイムリーな内容を維持する。 ことが難しいことなども廃止の理由に挙げられた。2014年3月30日で閉鎖された。なお、自然体験観察園は引き続き農事、体験講座などで活用されている。大阪市は本館跡建物の利活用方法についてのマーケットサウンディングを民間事業者に公募することで実施中である。 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2番135号今後の環境学習事業のさらなる発展に向けて、行き一き地球館の閉館について大阪市ホームページ2014年2月1日旧環境学習センター本館の利活用に係るマーケットサウンディングを実施します。大阪市ホームページ2014年4月23日ありがとうございます。